みんなこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。まあ今日話したいことはマイクラのモドについてですね。そうだな、今なんか大変なことになってるらしいからな。そうなんだよ、この世に出回ってる数十種類のモドがマルウェアに感染してるらしいんですよ。マルウェアってのはパソコンに感染するウイルスの一種で、情報を抜き取る系のウイルスのことをマルウェアって言うんだぜ。しかもその数十種類ってのが無名のモドだったらこんなに焦んなくてもいいんですけど、感染したモドの中にはカーセフォージなどの Java 版やってれば誰でも入れてるよねっていうモドも感染してたことが発覚したんだよ。え、待って、冷静に考えたらヤバくね。私の PC のデータに動画関係のものいっぱい入ってるんだけど。いやお前、底辺実況者だから狙われないって。それもそうか。いやいや、ダメですよ。普通に一般の人も狙ってくるからね。確かに霊夢の言う通りだぜ。まずやるべきこととしてはこの騒動が終わるまでマイクラ Java 版を開かないことだな。あと一つお前らに言いたいことがある。動画を見てるやつの 1.1 しか登録してないってどういうことだよ。お前ら今すぐ登録しろ。そうやってチャンネル登録者をカツアゲするから人が増えないんじゃないの。まあとりあえずみんなも感染しないように気をつけてくれよな。あとコメントと高評価が動画投稿の支えになるんでぜひお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あとおすすめの動画も貼っておいたのでぜひぜひそちらもご覧ください。